はい、皆さん、こんばんは。万人の知恵チャンネルの時間になりました。今日もゲストに工藤直彦さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、ここも、まあ、最適化して、調査、はい、が前来た時は。ここまでではなかったんですが。はい、<laughs> なんか空気感が変わりましたよね。もう全然。はい。まあ、工藤さんからね、あの。営業というよりは、一つ一つ,つね。はい、うん。しっかり完成度を高めていくといいですよ、はい、ということで、今。はい、本当にコツコツと。うん。最適化と言って、やっております。いいすはい。 はい、え今日はですね質問3つなんですけども、はい、まず私からなんですけども、うん、以前ね私がちょっとこう悩んでる活動をまあ継続するかしないかとか、うん、どんなふうにやるかって、うんえー、ご相談した時に「はい、流れに任せたらいいよ」っていうふうにアドバイス頂い,いて、うんうん、で僕は「あ流れに任せたらいいんだ」って、うんうん、なんか どう受け取ったかというと、特に何もしない。<laughs> 本当にこう流れに任せるみたいな、うんうん、そういうイメージを持ってたんですよ、ねうん、で、そうやってても、やっぱり。腹が立つことがあったり、うん、やっぱりこうしたいとか、うん、こうあってほしいという気持ちがあったんです、ねうんうん、で、まあ、先日。なんか流れを任せるって、それだけじゃないよなと思って。自分からも、なんか自分の思いはシェアしていいんじゃないかと思って。うんうん、まあ、思いのだけをシェアしたんですよね。 自分はこんな思いでこういう活動をしてるんだと言ったらそれだけなんですどうしてほしいってのがなかったら後にすごい僕すっきりして本当にどんんなな結果にってもいいやと思えたですその時僕はもしかしてこういうのが長田に任せるっていうことかなとかんかその時は「はい長田に任せればいいんですね」って聞いたんですけど分かってないなってことが分かったんですよ。 そこでちょっと流れに任せるってどういう意味だったんですかっていうのをちょっとああなるほどねえっと流れっていい流れに乗ればいいけど悪い流れになったらアウトですよね。でいい流れだから流れに任せればいいんじゃないですかってだから流れに乗るという動詞の問題ではなくていい流れがあるというその形容詞の問題なんですよ。だから流れに乗るっていう行為じゃなくていい流れだから じゃあどうするかっていい流れに逆らうのは愚かでしょ、はいね、いい流れだったら乗っていけばいいって、うん、だから露部、えー、さんとの私のお付き合いの中で、はいえー、いい流れに潮目が変わってきたなというのは僕は肌感覚で感じてるわけですよ。はい ね、だからこういうい、ね、スタジオとかも具現化してくるし、ね、やる手やる手がピシッピシッとはまっていく、うんねえー、自己実現もどんどんされていくし何より社会的な認知が高まってきているでしょうか、はい、自分が一番感じてますが、はい、それは何,何かでその流れが変わったんですよね、うん、潮目が変わったって言ったらいいのかな、うん、例えば、ね、露べさんも大会出身だからよくわかると思うんですけれどもあのゲームの流れってあるじゃないですか。 あれ流れが変わったら行くしかない、はい、で流れが悪い時っていうのは耐えるしかないですよね,、はい、すねとにかく現状維持これより悪くならないように耐えるってね、うん、だからその流れが変わったポイントっていうのが多分キーワードう,ーんうん何がきっかけで流れが変わったのかなでもし流れが悪いままだったら、えー、流れを変えることから始めませんかっていう話を僕してるはずなんですよ、はい、でも流れに乗ってくださいって言ったのはあのいい流れになってきたから あ、なるほどですね。うん、だから、その前に何があったかっていうのを、そのちょ更に言うと、その前に自分が何をしだしていたかっていうことを考えると、うん、今までしてなかったことをしだしたものがいくつかあるはずなんですよ、うん、ね。いや、それはあのトイレを素で磨きます。とか、そういうことじゃないですよ。うん、心の持ちようとかね。言葉の使い方とか日常のいろんなことで何かが差し替わってったはずなんですよ。うん、で、それで悪い。流れがいい。流れになってきて。 ね、それで、えー、この流れだったらただ乗ってるだけで要はプカッと浮いてるだけでーっといいとこ連れてってもらっちゃうでしょっていう話。うん、ちょっとい言われた時のことを思い出すと何が変わったかなっていうと一つは配信スタジオもしたいなと思いましたけ、ね、会長をもう1年やるぞと2期でね終わりたいと思っ,って。 そそれこ流れというか状況を見てやっぱりもう一年僕やるべきだなと思ったという頃ですだですよねはいからちょっと社会的にいろいろ書かれたことがあったけどことなきゃいずというかね上層部がっていうかむしろ応援する側にもありましたね多くの人たちがねその時に何かあもうこういうふうに認めてもらえるんだっていうふうには思いましたねそうですよねただそれもし 例えば10年前の釣り辺さんだったらどうしてたかなっていうと想像の一個えないですよ想像で勝手なこと言います違ったらごめんなさいなんだけどねこんな状況の中で3年目とかありえねえだろうっていう選択もあったんですよね、うん、すね,ねせっかく良かれと思ってんのにこういう具合に書かれちゃうというのはもうやってらんねえこういう考えを持ったかもしれないですよね、うん、ねでも今はそういう思い持たないじゃないですかないですね、はい、後ろこんな風に書かれちゃったんですけどどうしましょうっていう具合にこう ありのまんまを情報をくれたじゃないですか私に、はいね、でそれをありのまんまをえー、っとポイントになる方々にもお届けして、うん、でそれであのコンセンサス得ちゃったじゃないですか、はいうん、だから昔だったらどうかなって考えると、うん、できれば知られたくないうん、うん、隠すってことじゃないけれどもまあできればスルーしたいでもやもやした気持ちのまんま。 けどいいんじゃないこのままでってやっちゃいなよってみんなが言ってくれたわけじゃないですか言、はい、っちゃいなよって大丈夫だよみんな分かってるからって言われて安心して次にに行けるようになったりそうですね,、はい、ねだからこういったようなその、えー、と怒りとか憤りとか悔しさとか、うん、そういうようなマインドを手放して、えー、受け入れるっていう。 まあそういう人もいるよねとかね,ねこういう状況だったらまあも,う1回もう1年俺がやるしかないかとかねありのままを受け入れるっていう心の状態になって昔だったらちょっと弾いてたと思うんですけどねそれがなくなってるんでこれはまあ倫理やってればよく言われることなんだけど当然流れは良くなるに決まってるわけでねそのまま流れてったらどこに行き着くか楽しみにしてたらいいんじゃないですかね。 今聞かれたら分かるんですか、うん、あの時に僕がいい流れに乗ってるとはまだ思ってないんですよスタートしたばっかりなのでそう,そうですよね,うすよね、うん、だからね今お聞きして悪かったら流れを変えましょうって言いますよって言って、うんうん、あそうだったのかと思って、うん、あの私らっていうのはまあ凛長くやってるねこう指導する立場にある人間っていうのは、うん、心の状態が変わってるかどうかをよく見るんですよ。うんね、で心の状態が変わったらそれは、えー 向いてる方向も変わってるしそれは変わっていくだろうなっていうのが分かるので、うん、だそのままやってみたらどうですかって、ね、流れに乗られたらどうですかっていう話に乗る,るわけですよ、ね、でまあ乗ってってちょっと調子に乗ってちょっとこけたら、うん、<laughs> ダメで調子に乗ってますよと。うん そそうですよちゃんとえるだって流れに乗っててもね川底がちょっと浅くなってるところもあるしね入り組んだところもあるからごっつんごっつんぶつかったりするわけじゃないですか流れに乗っててもねそれはありますよね。でそれでまあミスねしてそういうアドバイス頂いてすぐチェック表とか作ってチェック始めて今どんどんねまあそれこそ。 この編集も全部流れていてるんですけどもその中でやっぱり次男にね次男手伝ってもらっててここできたときに嫌だって言ったんですなんか雰囲気が嫌なんだよね人もいっぱい来るしこの間来てたじゃんで休んだんです一1ヶ月その間にミスがいっぱい起きたんですでやっぱり次男がチェックしてくれてるんで僕が気がつかないミスとかもちろん彼も見逃すんですけどもなんかやっぱり一つ他人の目が入ってるっていうことで あのまあよかったしって来るとね疲れたとかっぶつツつツやっぱり言うわけですよ甘えてだこっちもねこうへこむんで,で「どうする?」って言ったら「ちょっとここ雰囲気が合わないから俺休みたい」って言ったから「じゃあ一回休もうか」って言ってもう一人でやるしかないなって思っててであのミスがあった後にすぐ連絡して「助けてくれ」と「困ってるんだ」っ何があったっていうから「いや公正でミスったんだ」と。 もう全然、ね、もう同時に何冊もやるから、うん、混乱するんだとだか、うん、たら「分かった」ってって「一回来る」って来て「何やったらいいんだ」って言ってくれて、うん、で今までは編集構成しかやらなかったのにもう能力級の時間級に変えて「うん、最低基本はくれよ」とかって言いながら <laughs> なんか余計な買い出しとかね、はい、今までなら面倒くせえとかっていうことを もやってなるほどねどっかで交通費もくれって請求されましたからだから4時間以上なら半額八8時間なら全額出すよって一番はね意識が変わって一番はい。だからね覚えようとしてくれてるのがそうやって普通に出勤してるってことですよねすごいですね 週5はちょっと今きついら四いや十分週3から4だから僕が遅れてるんで土日は時休ませてくれって言うんですけど今度の火曜日月曜日かな休みですよね祝日だけど俺関係ねえからって言出勤してくれて助けてくれるんでその物理的なことと心がねなんか。 覚えようとしてくれるんです新しい技術をうん、うん、ワードの技術に、うん、これ作れねえ教えてって言うと教えると、うん、まあやっぱり若いから早いんですよ、ね、ああそうでしょうね。だそれもまた僕としてはね、うん、息子がそうやって手伝ってくれるっていうのもまたちょっと想像だにしなかった流れなんでああ嬉しいしししいい頼もそうですよね,ね、うん、で結局僕らの本の原稿を読むんで勉強になっちゃってると思って。ねああ そしたらこういう会話の原稿とかあと坂本さんとの経営者の話の内容をテーポっこしは外注しますそれの編集から入って一応見出しの原案を考えさせてるんですよ。うんうん、で今までなんか適当に単語だけだったのがこの間来てこれさ難しいんだけどさポイントどこかなとかってこっちやってんのに話しかけてくるんですよ。でもここは教育だと思ってまああれなとかつって話して。 それ考えるのにお金払ってるんだから分かったっつって帰ってんか彼なりに考えてくれてでびっくりしたのは「俺がやった原稿と最終原稿を見せてくれ」って言うんですよ。どう変わったかを見たいっていうああなるほどねあすごいなこいつと勉強っていうかねそれがまた嬉しい自ら起きた嬉しい出来事かなと思って。 だから波ですからこう上がったり下がったりがありながら右肩上がりであるからそれを外さないようにしていくっていうことだったんですよね。じゃあ僕がそのシェアしたしないというのは流れの中のたった一つのだと思いますよ僕が自己需要するために必要だった。心の状態が変わったから素直にありのままをシェアできた。 はい、もし昔のつり瓶さんであればこう言ったらこう思われるだろうなとかこう言ったらうんと言うしかねえだろうなって、はい、頭の中で策略巡らしてたと思うんですよね、はい。はい、だけど心の状態が変わっちゃってるから、ね、ありのまんまお伝えして相手がどう受け取るかそれ次第だなって思えてるわけじゃないで,でもこっちの方が数段素直で自然な形ですよね、はいで。で,でその結果受け入れてくださる方がいらっしゃったわけでしょう、はい。まあよかったじゃないですか。 そういうまあカラクリティと変ですけど、うんはい、でもその形容詞で考えるか動詞で考えるかってすごい違いますね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。では次の話題に移りたいんですが、うん、今日はあの。